パナソニックはバレー部をはじめ様々な企業チームを運営しております。2020年にはスポーツ事業に真正面から取り組んでいくためスポーツマネジメント推進室を設立し、現在様々な活動に取り組んでおります。その中で映像技術やコンテンツマネジメントといった当社の強みを生かしてチームとファンの結びつきを強める活動が何かできないかと考えました。今回の実証実験では中継車などは使用せず、リモートカメラやスマートフォンを活用し、従来よりも少ない現場人数で本格的なライブ配信を実施。スイッチングや実況解説は離れた場所から遠隔操作で行っています。一般回線によるストリーミング伝送でスピーディーな設営が可能。スマートフォンで撮影した臨場感のある映像もクラウド上で制作配信。嬉しかったらみんなで拍手しない、拍手。通常の放送にはない独自のコンテンツをお届けしました。さらに配信と連動したアプリケーションでチームと参加者をつなげ、より深いコミュニケーションを生み出しました。今回の検証実験ではキエロスやメディアブリッジといった IP ベースの商品の活用を考えてみました。試合を中継するカメラの映像も、会場周辺で取材した映像素材も全てネットワークで転送しています。映像や音声のやり取りを全てネットワーク化、 IP 化することはより多彩で柔軟なコンテンツ作りにつながると考えています。今回の実証実験はキエロスを軸としたクラウド映像制作システムのご提供だけじゃなく、当日のオペレーションもオールパナソニック力を合わせて行うことができました。より簡単により良いコンテンツが作れるような、そういう世界を作っていきたいというふうに考えています。パナソニックビジネス。